八地穂工芸インターチェンジは、長野県南佐久郡佐久保町にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。建設中の箇所は、八地穂インターチェンジであった。長坂ジャンクションマイナスあたり IC は、基本計画区間で着手されていないが、ルート選定や事業化に向けた手続きが進められている。中部横断自動車道佐久小室 JCT 長坂、ジャンクション間を参照。 接続道路である国道299号は谷間を走る道路であり、本線との高低差が大きい。また、周囲を流れる大石川をまたぐ必要があるため、本インターチェンジには、橋梁上の長大なランプウェイが建設される。東 IC は、英語表記において、八千ホ高原ではなく、八千穂ハイツと表記されている。空港近隣のインターチェンジや自治体名由来を除けば、 高速自動車国道において英語が入っている、珍しいインターチェンジ名となっている。中部横断自動車道インターチェンジ名称が決定しました。国土交通省関東地方整備局長野、国道事務所、長野県、久補助。2021年5月9日閲覧。中部横断自動車道開通記念プレイベントチラシ、ベーバックマシン2018年3月20日閲覧。 中部横断自動車道八千歩高原インターチェンジ、佐久南インターチェンジ平成30年4月28日に開通。国土交通省関東地方整備局長野国道事務所。2018年3月8日閲覧。ありがとうございます。